はい、どうもこんにちは、ラクラクラクです。絶対絶命都市パート4やっていきたいと思います。はい、前回はですね、マリさんと合流しまして、マリさんはね、なんか薄気味悪い人がいたと言ってましたが、はい、わかりませんね、どんな人がね。でもその前に銃を持った男を見かけました。はい、あの人は一体何なのか。なんかヘリに乗って行きましたけど、はい。で、進んでいったらビルに入っていきまして、で、そのビルにはね、カメラマンの陣内さんっていう人がいましたね。はい、その人は、なんか、ビルの中入って写真撮りたかったみたいな、そんな感じの人でした。はい、ということで、ここの、今いるビルからまず脱出したいと思います。では、やっていきましょう。はい、では、やっていきます。陣内さんだけついてくる。なんだ？失礼。失礼って。早く、はいはいはい。やばいよ、早く。あ、戻れなくなった。いや、早く行った方がいいね。崩れそう。いや、崩れる。いや、早い。あんたら早い。どこに行けばいいのかな。どこのはしご？どこのはしごだよ。いやいやいや、あんたら、でんぐり返し。こっち。ほいほい。今行きます。どこ、そこどうやって行く。ここか。でんぐり返って、バイ。落ちる。はい、でん、でーす。でん、繰り返って、バイ。マジでバイバイしちゃった。失礼じゃないよね。早く。はい。マリさん、今行きますから。できる。はい、行きましょう。おっと、スキップできない。行きます。そこだな。こう来て。はいよ。はい、そうはさせるか。おお、今行くよ。ほい、あぶね、ギリギリ。あ、手挟んでる。ギリギリ。これは何だ。これ登ってっていいのかな。おーっていよいしょっと、登って降りていいのかな。てか、もう大変。よし、ぴょんジャンプして、ほい。何もない、カランコロ、ドラム缶が転がってって、こっちかな。関係ない。ぴょん。よし。あれ？どこ行けんの？ここか。ここを聞いたよ。よし。さっ、つちゃってか。おっと、うわ、閉じ込められちゃった？うわ、すげえ。さっきまでいた場所がもう崩れちゃった。どこ？マリさんたちどこ行った？どうしてそうなる。で、ここ崩れました。超スローモーションで、おーじゃないよ。あばば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 ば
ちょっと足くじいちゃったけど大丈夫、走れる。よし、早く進め。よし、はい合流。マリさん待たせたな。まだ外は雨でした。
危なかったね。君ら、これからどうするんだ？どこか行くあてあるのか？何でそんな。島の中央に避難しろとか。うん、そうそうそう。中央。中央か。なら、さつき公園だな。公園か。広い場所ならそこしかないな。なるほど。よし。途中まで案内してやるよ。取材でこの辺りは一通り回ったからな。地震の後の道を知ってるから、便利だぞ。ありがとうございます。もう棒読み。その代わり、また何かあったら手伝ってくれよ。嫌です。そういうことか。道草食ってる場合じゃないんだけどね。すいません。こっちじゃないのか。仕方ない。たまには陣内さんにも付き合ってやんないと。うお、大丈夫かこれ。あんたすっげえ楽しそうだな。大丈夫かこれ。え？うわ、これここ進んでいくの？違うよね。全然進めないか。俺のこと取ってくれないかな。ねえ。こりゃ大変だ。今取り組み中だ。話しかけないでくれ。いや。じゃあ、さっさと行っちゃいますよ、俺ら。ねえ。行こうか。行っちゃおうか。陣内さん無視して。占いと向こうに行けないんですよね。そうですね。仕方ないよ。そう。行ってかなきゃないか。おぶれ、ちょっと、そーっと、これ大丈夫？これ大丈夫かな？あー！瞬間移動した。それないよね。瞬間移動とかはないよね。まあ、今のはまず。お、あれ、とりあえずここ登って、あ、ここか。わかった。ここ、こう登って、ここから行くしかないんだ。よし、行こう。紫行くから。あ、大丈夫そう。うん。紫行くから。おー、すげえすげえ。落ちている、落ちている。これは？飲める。よし。大丈夫か？でも、飲まなくていい。じゃあビルの中探索してみていいのかな。ちょっと大丈夫本当にこれ。こんなとこ歩いてて。っていうかさ、ここ来る必要あんのか。ここ来る必要あんのか。あ、ちょ、何ジャンプするかな、もう。そんな勝手にね、ぴょんぴょん飛ばれたら困るんだけどな。あんまり走るのもあれだな。てか、どこ行けんのこれ。普通に降りちゃっていいよね。いや、大丈夫だよ。先進めたよ。え、でもやっぱりこれ中入っていかないといけないのか。やっぱこれ、一回目指したらいいのか。こう来て、こう行って、で、階段あって、で、ここで、下に下がれない。なんで下がれない？ぐるぐる回って、ここから、こっち行って。おー、危ない、また差し掛けた。ここか、ここか、ここか。すっげえとこ通らされるな。こんな狭いとこよく通ってくな。で、よくこんな綺麗にロッカーが均等に並んでいるな。おっと、ちょっと待って、これ。ふっ！落ちないようにしないと。よし。綺麗に並んでるな。
よし。絶対こんな湾曲しないよね、この亀裂に沿って。さて、じゃあ1回行くんでしょこれ。ああ、もう危ないよ。やっぱ歩いててよかった。走ってたらすぐピョーンって飛んじゃうから。よし、ちょっと、何これ。お、何これ、週刊激写。もしかして陣内さんが送ったり。これは避難経路図。これは導きエンジェル。なんでこんなの。おー、すげえ。絶対こっち行った方がいいんじゃねってこっち行った方がいいんじゃねっていう導き。こっちかな。あっと、え、あ、こういう、こういうことか。じゃあ、本体いただこう。もう、救急キット、取れないかな。こっち？あ、いけたじゃん。最初からいけたの。ちょっと待って。これ、どこ行けばいいの？こっち？だからージャンプしちゃダメだって。え、ここから？マジかよ。あ、リュックあるじゃん。いただこう。これでめっちゃ入るでしょ。そしたら絆創膏も、絆創膏だったのこれ。あっちのリュックでも入った。そしたらもう一回、導き延長を取る。週刊激写と、導きエンジェル。避難経路図ね。で、導きエンジェル。よし。これで OK。もう走っちゃダメ。もう走らない方がいい。どこ行けばいいのこれ。どこどう行けばいいんだろう。難しいよ。こっちは関係ないか。カメラが。おい。こっち？ここ落ちちゃうよね、また。ここ？開いてない。ここ、こう進んでいって。開いてない。落ちるでしょ。あぶね。え、どう行けばいいんだろう。ここ関係ないのかな。いや、おかしいな。だって避難経路図見た方が早くない？この状態で見よう。読む避難経路図。え、現在地、階段の位置と下への降りるための非常。ちょっと待って、あそこから考えた方がいいのかこれ。現在地がわからない。激写。うん、わかんない。現在地そこ。よし、ここ。ここかよ。しゃげてありそうにない。ここに非常口があるということは？ん？え、どういうこと？ここに非常口があるってこと？ん？
変しよう。下にもあるってこと？あ、なんだ、走っちゃダメ。こっちには同じものがあるってこと。よし、とりあえず非常用に降りる場所があるってこと？あいきなりドーンってきたらもうねえ、なんでこっからなんだろうね。くしょー、また導きエンジェル取りに行かなきゃないの？ごめんなさいね倍速ですね。で、降りる。降りる。またゴーってくるから、って出ちゃうからね。ここか。ん？下あった。ん？これを開けるで降りる。でそのまた1階に来て、ここには何か。おい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 あんま調べることできなかったのこれ。はい、降りる。何かあるわけじゃない。わあ、おい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 これダメだね、いけないね。だって他のとこ調べようとするとゴーって一緒に落ちちゃうから。お、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 耐えた。耐えた、耐えた。あ、耐えた。こいつは？ん？開かない。けど、あれ？いけない。え？どっちだ？こっちか。で、ここ。ここに、あ、あったあったあった。ここから降りれるのかな？どこ降りればいいんだこれ。あ、いやダメだえ、どこ行けばいいんだこれ。はい、あれもう危ない。あ、落ちるなんでそっちを捕まったまず端っこまで行く。ガコンってなる。耐える。よし、でここはぶつかってていけないっていうから、こっちに降りる。ここ？違うな。あ、危ない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 。ここの間に入れない。ここの中入れない。あ、入れた。スネーク、スネークなんでここで一瞬スネークになった。おお、大丈夫ですか。うわー、すまんが、この通りでな。ちょっと手伝ってくれ。大丈夫ですか博士。何か道具を持っていないか。大丈夫ですか博士。いや、何もないっす。バーレしかないっす。近くに救助隊とかはいないのか。君一人か。すみません、俺一人っす。はあ、はあ。なんだ貴様、勝手に取り寄って訴えるぞ。いやー、すみません。おい、職業柄。ちょっと置いてかないで。
お前さんマスコミか。いや俺は違います、はい、あ俺は新聞記者か。じゃあよく聞け、今から言うことを記事にしろ。はい、お願いします。いいか、この島は欠陥品だ。欠陥品？穴が開きすぎとる。ほうほう、穴。それで？地下の調節池のことだ。ああ、場所と構造に問題がある。ほうほう、なるほど。国の監督不十分もあるが、工事責任者の独断が原因だな。なるほど。その責任者の名前は？高原建設の新崎だ。あら、なるほど、わかりました。さっき名刺もらって。頼んだぞ。はい。ああ、もう一枚取っときますか。勝手にしろ。はあ、一応新聞記者だからな、こっち。いや、その前に手当てしないのかって。大丈夫よ、博士。あ、もう何も言わない。この人は村田っていう 法律家。あ、なるほど。首都、首都と相手に何件か裁判を担当してる。へぇ。本当は資料だけ見ればよかったんだから。まあ本人に話を聞けたのは運が良かった。なるほど。写真とその記事でもう完全に証拠にはなるからね。自分からの相談。ここ、じゃあ事務所ってことかな？その人の。開かない。鍵は変わる。そこの鍵なら、お、こっちの部屋の机に予備がありますから、使ってもらっていいですよ。あ、そうですか。じゃあいただきます。机？この下？これは何？あ、写真か。多分村田さんかな。あ、ここに鍵ある。これが、あ、調査結果ね。これは十分証拠になる。いいものを手に入れた。さて、あの写真落ちてたんですけど、鍵は見つかこの写真渡す渡す、持ってたっていらないか。 ありがとうございます。いえいえ。お孫さんですか？ああ、時間か、早いな。今年小学校に上がったばかり。ああ、そうでしたか。夏休みになったら遊園地行こうってね。じゃあ脱出しましょう、まず。そうか、約束してたな。いや、メガネかけた坊主じゃないですよね。ん？ヘリコプター。ヘリ、よかった、あなた助かりますよ。すみません、どなたか呼んできてもらえませんか？わかりました、じゃあ呼んできます。よろしくお願いします。ちょっと怪我人を放っておくわけにはいかないからね。待って待って、今鍵。キーホルダー。で、レストランはもういいや。オッケー。よし。大丈夫かな。とりあえず水を飲む。あー、うまい。では時間になりましたので、ヘリを呼ぶのはまた次回にしましょうか。ずっと揺れてるけど大丈夫かなこれ。はい、ではじゃあ一旦セーブして終了しましょう。いやー、村田さんだね。うん、博士じゃないね。村田さんという方に会いました。そのまあ法律家ね、ここの島は結構あのずさんな管理って言えば分かりやすいのかな。で、まあ、こんな崩れるのは地盤が緩いからってことなのかな。じゃあ、はい、まあそういうことなんでしょうね。何かすごい裏がありそうですね。
はい、ということで、絶対絶命都市パート4はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。ラクラクラクでそれがスタートの合図、聞いたことないなんて言わないで覚えて、ラクラクラクで楽しく、そして楽しく、つまらないことなんてわ